鳴宮すずですわ。鳴宮と聞いてピンときた人もいるかもしれないけど、正真正銘あの鳴宮家の令嬢ですわ。よろしくお願いしますわ。私にインタビューできることを誇りなさい。ありませんわ。むしろ精神年齢は私が一番上ではないかしら。皆さんまだまだ子供ですから。そうですわ、鳴宮と聞いてピンときているかもしれませんが、私あの鳴宮家の令嬢ですの。ハイレベルな教育を受けているからですわね。非常に興味深いですわね。まあ一般人の生活をしてみることでいろいろと勉強になっていますわ。起きて、まあ私の場合起こしていただくことが多いのですが、顔を洗いますわね。私なりに作ろうと努力しましたわ。何度か当番が来るうちに周りの皆さんが作らなくていいよと言ってくださるようになったので、最近は作っていませんわ。焼肉が好きですわ。最近は今まであまり食べたことのなかったポテトチップスにハマっていますわ。ぽいじゃないですわ。正真正銘鳴宮家の、失礼、コーヒーが苦手ですの。どうして皆さん美味しいと思うのかしら。アイスクリームが好きですわ。ちょっと引っかかりますが、いいですわ、お教えいたしましょう。学校ではアイドルらしい生活を心がけていますわね。アイドルたるもの、ファンの方との交流を大事にしなくてはなりませんもの。ええ、まあ直接ファンだと言われたわけではありませんが、皆さん遠慮しているのでしょうね。やはり音楽ですわね。私の才能を披露する場になりますから。私に苦手な科目なんてありませんわ。当たり前ですわ。テストではいつも学年上位をキープしておりますの。それでもなぜか通知表が普通なのは、きっと先生方が羨んでいるのですわね。あ、いえ、宿題とかはあまり。あれって何か意味があるんですの？簡単にトップを取れそうだと思ったからですわ。あまり深くはお話できませんわ。さあ次の質問に行きますわよ。もちろん永瀬真奈様に決まっていますわ。ええ、あなた真奈様をご存じないんですの？一言で言えば神だからですわね。ステージ上でのお姿、まさに地上に舞い降りた天使、いな、神ですわ。私の長所を挙げ始めたらキリがありませんわ。一番の長所をあえて言うのであれば、やはりこの堂々とした立ち居振る舞いでしょう。ステージ上で皆さんの声援にしっかりと応え、期待を裏切らないお返事をして差し上げるのは私得意ですの。やはり基礎練ですわね。正直初めは意味が分かりませんでしたの。来る日も来る日も基礎ばかり、一向にまともに歌わせてもらえず、まあ今となってはあれがあってよかったと思いますわ。やはり見に来てくださるお客さんに失礼のないパフォーマンスをすることですわね。いつだって最高のパフォーマンスをお見せするのがプロのアイドルというものですわよ。ついに鳴宮すずの名が全国に広まる時が来たのかと思うと、正直震えましたわ。しなかったといえば嘘になりますわね。なっていなかったら考えたこともないですわね。どちらにせよ鳴宮家の子女として何かしら大きな成功を収めているでしょうね。そうですよね。メイとアイコンタクトだけで歌い出しや踊り出しがうまく合わさった時は感じたかもしれません。仲がいいというか、よく私に絡んできますわね。私が何か発言すると笑ってくるんですの。まったく失礼な方ですわ。あ、今気づきましたわ。きっと鳴宮家に憧れているんですわね。愚問ですわよ。トップアイドル以外ありませんわ。そうですわね。おそらくトップアイドルになって鈴様と呼ばれている頃かしら。あまり調子に乗りすぎず、マナ様を見習って頑張りなさい。歌ですわね。やはり先ですわね。私がちょっと掃除が甘かったり、リビングをちょっと散らかしていたりするとすぐに飛んでくるのですわ。最近では宿題にも口を挟むように、思い出しただけでも背筋が凍りますわ。
お母様より怖い、ある意味私にとってライバルですわ。マナ様のライブブルーレイを見たり、最近はマナ様の凄さについてメイに教えて差し上げたりしていますわ。ありますわ。でもやはりそこはアイドル、いつどこで誰に声をかけられるかわかりませんから、行く場所も選びますわ。パニックになってしまいますもの。まだ一度もありませんわ。なんていうのかしら、そのオーラを消すのがうまいのもアイドルとしての大事なポイントですわね。やはりデビューしたステージの高台ですわね。星見市を一望できる素敵な場所だと思いますわ。やはり私の部屋にあるマナ様グッズの前ですわね。ベッドの中から見える位置にあるので、寝るときはいつも幸せな気分ですわ。マナ様ですわ。あれはもう一つのジャンルと言っていいでしょう。私にふさわしい素晴らしい楽曲だと思いましたわ。難しいですわね。一言でなんて無理ですわ。質問を変えなさい。この空が照らしたのは夢で見たあの自分のところは、無意識に口ずさんでいることが多いですわね。アイドルとは夢を与えるものではないかしら。いつだって誰かの憧れの存在であるべきものですわ。見ていてくださいマナ様、私もいつか。いつも応援ありがとうございます。今皆さんが鳴宮すずに目をつけたのは才能ですわ。誇っていいんですのよ。しっかり期待に応えられるよう頑張っていきますので、これからもよろしくお願いしますわ。